今日は、レコーディングの、2回目、今年2回目になります、3人で撮っていきたいと思います。もうすぐ調律がアップされる頃なので、テストレコーディングに行ってきます。はい、そんなわけで、今回はですね、9月に2回行った私たち のレコーディングのうちの、2日目ですね、浦安音楽ホールを使った方の、メイキング動画を作ってみました。この浦安音楽ホールの方のメイキング動画は私が今この撮影してるですね、α6600 を持っていて、まあ、撮影の片手間っていうか、まあ、自分がレコーディングする片手間に機材を持ってドレスのままこう撮ったものなんですけど、やっぱりね、このレコーディングのメイキング動画が作りたいなと思ってたんだけど、自分が奏者だとね、撮影するのと一緒にはねできないっていうか厳しいわ、無理だなと思います。改めて本当にだって機材持ってドレス着てこう歩き回るとかで本当に無理で、改めてやってみてこれはダメだと思ったので、まあ早々にちょっとあまりたくさん撮らないでですね、ちょろっと撮った半端な映像をまあかき集めて、さっきのちょっと動画を作ってみたんですけど、やっぱりでもこのメイキング動画を作りたいなっていうのはずっと私ちょっと思ってたことだったので、もう一日の方ですね、杉並公会堂で本で撮った方の、レコーディングの回の時は私の信頼を受ける動画クリエイターさんにですね、ちょっと撮影をご協力いただきまして、今ちょっと編集をしている状態だと思います。でそちらの、まあ、本格的なメイキング動画がちょっとできたらまた公開したいなと思っております。出来上がったらまたご紹介したいと思います。ありがとうございました。